今回ご紹介するお店は兵庫県の北西部にありますドライブイン日本海。こんな感じでレトロな雰囲気が漂っているんですけども、なんと岡山を代表するあのアーティストも訪れたという場所なんです。というわけで今回お邪魔するお店がこちらですね。兵庫県の北西部にあるドライブイン日本海さんに、行ってみました。こんな感じでね、ピンク色でなんとなくなんか懐かしい昭和の香りがするなという、ちょっと気になっていたお店にお伺いさせてもらいます。結構美味しそうなね、定食ね、値段もいい感じで、早速行ってみようかなと思います。いやー、めちゃめちゃドキドキします。店内の雰囲気はこんな感じですね。なんかちょっと喫茶店的な、ちょっと落ち着いた感じでしょうかね。しっかり日本海と書いております。メニューもいろいろ豊富ですね。そしてメニュー表がこちらになりますね。ドライブインって書いてたんですけど、こちらではドライブステーション日本海と書いてますね。まあ、時間が限られてるんでステーションっていう感じになってるのかなと思うんですけども、いろいろありますね。今回はもう普通に定番のね、唐揚げ定食注文いたしました。待つこと10分程度かな、こんな感じで出てきました。いやー、びっくりしましたね。なんか和食的な感じで、なんかね、いいですよね。わかりますか、この感じ。エビとかね、出てますけど、これサクサク感がまたいいですね。もう見ただけでわかりますね。それではいただきます。揚げ大きいですね。サクサク、伝わりますか。こちらのお店、ネットとか噂では聞いていたんですけども、なんか意外とね、なんかいい感じというか、お店の方もすごい親切で、なんかすごい安い雰囲気なんですよね。いや、本当に美味しくいただいておりますけども。あ、おいしか、ありがとう、ありがとうございます。まだ使ったらご飯で、はい、すいません。食べていた時間が閉店30分前なので急いで食べてました。せっかくなので質問してみたいと思います。もうここ長いんですか。長いです。雰囲気だ。そうはだから長い。ここは、日本海は道端のもうちょっと近くに子供があって、店が、マスターのお父さんお母さんがまた始められたところ。ああ、長いですね。うん、で、向こうで始まって、それから私たちが結婚したのが63年に新築して、ここは平成とかも移動したわけですか。そう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 、だから移動っていうか、だからね、時代の流れでやっぱり、だからここドライブインして、お土産センターとかやってたけど、お土産もどん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 売れてた時代だったけど、だん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 って、で結構サインあるんですけど、なんかやっぱりテレビとかの取材みたいなのが。あ、いいよね、それは、ね、なんとこちらのお店、ビーズの稲葉さんも訪れたお店ということなんですよね。どういう経緯で訪れたのか聞いてみようかなと思います。あー、なるほど。鳥取からライブをして、ライブというかコンサートして、はいはい、40周年記念で、あ、普段行けないところで、あの、なんか小さいところでするとうちに立ち寄ってくれてたみたいで、全然わからなかったんだけど、そしたら4月にファンクラブの人がいて、で、お父さんって言ったら、日本海乗ってるって言って見せてくれて、見たら、あ、本当だって言って、でな、という感じでビーズの稲葉さんも気になって訪れたお店なんですけども、大変気に入ったようで、そのライブのアルバムですかね、旅アルバムのワンシーンの写真としてこのお店が出てるというわけなんですよね。いや、びっくりしました。というわけでゆっくり食べていこうかなと思います。美味しくいただきました。ありがとうございました。はい、というわけでごちそうさまでした。なんかすごいいい感じのお店でございました。ね、もう長く続かれているという、はい、
ね、ドライブインわざわざ、ね、点灯してくれました、ね、ちょっと見えにくいですけど、いや良かったです。なんかビーズの稲葉さんとか、 なんかその辺の方もね来られたっていう、ドライブステーションに本館、はい、ぜひまた行ってそのここのご当地メニューいただこうかなと思います。今日は唐揚げ定食でしたけども、十分ね楽しめる内容でございました。すいません、ありがとうございます。また行きますね。はい、すごいいい人や、すごいいい人です。帰り道に起きたハプニングなんですかね。こんな感じで鹿がいました。やはり兵庫県の北西部ということで鹿がいるんですよね。こんな感じで全く逃げない鹿、大丈夫かなと思いました。このまま 1,2 分こういう状態が続いたんですけども、さらに驚くべきことが起きてしまいました。そしてね、また鹿と遭遇したんですよね。まあ仕方ないというかね、もう山間部の方なんで、まあ、ゆっくり、進みながら、帰っていこうかなと思っていたんですけども、ずっとね進んでいくわけなんですけども、なんかねずっと行ったところの左側ですね、なんかいるんですよね、いっぱい。これ見てください、うわこの量ですよ。いや奈良鹿レベルじゃないですか、この量は。ちょっとびっくりしましたね。まあ、こんな感じでずっとね、続いていくわけなんですよね。鹿、結構見ましたね。もう、100匹ぐらいは見たんじゃないかっていう感じで、安全運転で帰りました。というわけでありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら、編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。